ラウンジ行きますか。ここからだと近いのがザ・デックゲート6の近くみたいなので、そちらの方にね行ってみたいと思います。さてゲート6の近くで、どの辺まで歩くんだろう。結構なんか歩きそうな気がするんだよな。しかしこの弾丸乗り継ぎツアーもこの1回のフライトでね終わると思うと、それもそれでなんかね楽しいですね。疲れますけどね、だいぶ体力削られたんじゃないですかね。ねえ、あるこのね、香港国際空港のキャセイラウンジ行きましょう。よいしょ、あー、着いた。東方品費をこれマジで全然なくて落ち着かなくて、しかも今時間もそんなないのですぐ出てきちゃいました。これだったらね、あれだね、アメックスのラウンジの方がいいかもしれないですね。ちょっと全く真逆なんで今日ちょっと行けないんですけど、だったらアメックスのセンチュラルラウンジの方がいいかなって感じしましたね。で、今の時間がですね15時11分でございます。多分ここから10分ぐらい歩くと思いますので、あのボディングタイムがね15時45分なので、本当ちょうどいい時間だと思いますので、今からねまたちょっと早歩きでゲート1かな、ここまで向かいたいと思います。いやー、さすが香港、 IWC やら、ルイ・ヴィトンやら、モンクレールやら、ディオールやら、トゥミやら、いやー、高級ブランドばっかり。もうブランドもんですか、今一個持ってません。こんなにでも多い先長くもないのでね、みんなも高いのはいらないわけですよね。もうね、一人でもいいね、お年になってきてますからね。ああ、スコッチ買ってきたいけど、やめとこう。いや、スコッチとかで、ね、買ってきたいのはいいんだけど、意外とドル換算にするとな、実は空港の免税店よりも、Amazon の方が安い場合がね、結構ありますからね。今回はね、もういろいろシンガポールでお金もたくさん使っちゃったんで、まあ、たくさんつっても高く知れてますけど、いつもの僕の貧乏旅行にしたら結構使ってしまったので、今回は自粛です。いや、今日満席だろうな、これ多分全部東京行きだと思うんですけど、いや満席でしょう。はい、これがね今エコノミーの率なんですけども、こういうの見ちゃうとね、やっぱりビジネスレーンとかね使えるのは本当にね幸せ。すげえ並んでるもんな。まあ、ということでね、そろそろ搭乗時刻も近づいてきましたので、私もね、並んで待ちたいと思います。いやー、これね、圧倒的に楽だよね、この列の少なさといい、なんといい。いつもちょっと連絡取らせていただいてる YouTuber の方もね、
最近韓国行かれたらしいんですけど、やっぱ国際線での修行の成果を聞くってやっぱり出たので、やっぱりね、一個一個ね、こういう細かいところがね、もう本当にね、修行をやっててよかったなと思いますよね。本当にね、時間がとにかく節約できるっていうのは本当にいいですね。Inside the aero bridge, my staff will assist you when you go inside. Thank you. This way, this way. Thank you.あと2分ぐらいで準備できるから、とりあえずここで待っとれやみたいなこと言われたんで、ここで待ってたいと思います。はい、着席いたしました。そして最後のフライトはハイボーイング777-300ERでございます。これでね、この旅の最後のフライトになります。なんだか寂しいんだかなんだかって感じはしますけども、まあ、とりあえず無事にね、東京にね、戻れればいいんじゃないかなと思います。でね、だいたい飛行時間4時間を予定しているそうです。なので、羽田に着くのが21時半ぐらいの到着を見込んでいる模様です。はい、ただいまで羽田空港
第3ターミナルの方に、ね、到着いたしました。いやもう帰りはでもほとんどね寝てましたね。飯食ってる時以外もほぼ寝てましたね。前回ね出張で行った時と同じような感じで、まあ、爆睡でございました。いややっぱ乗り継ぎは疲れるな、特にシンガポール行く時の乗り継ぎは。こんな動画をね作っておりますので、まあ、面白いなとか、なんか役に立ったなと思った方はですね、ぜひねチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。それでは次の動画でお会いできればと思います。さようなら。